東京都港区。セレブリティな雰囲気漂うこの街に、切実な悩みを抱えるお宅がありました。青木家。この家が抱える問題、それは、そんな家族の思いに応えるべく、この男が立ち上がりました。緑の錬金術師、新田茂一。なんということでしょう。なんということでしょう。なんということでしょう。今回このお話をいただいたときに、どうしようかなって思ったんですよね。なんでかっていうと、植物を置くスペースがあまりになくて、私植物好きなんですけど、それでふと思ったんですよね。えい、置いちゃえ。それで思い切って大きめの木をセンターにやらせていただきました。すべて解決いたしました。私植物好きなんですけど、それと皆さん、もしかしたら勘違いしていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、植物って意外と生きてるんですよね。ほら、来るんだって。じゃんけんぽん。ふふふふ。まっとっと。